オーヤは2013年6月25日発売のアンドロイド家庭用ゲーム機。当初2013年6月4日小売り開始予定で生産上の理由により延期された。直販予約分は同年5月末からキックスターター講演者へは同年3月末から順次出荷された。小売り開始までに5万8000台の予約を集めた。オーヤは 米国ベンチャー企業大谷社の CEO、元イグのトップのジュリー・アマン率いる専門家チームにより設計され、2012年7月3日に初めて情報が公開された。大谷プロジェクトはボクサー発射から発足し、現在は大谷社が引き継いでおり、商標も同社に移されている。チームにはデザイナーのイブ・ベイハル及び彼のデザインファーム、 フュースプロジェクト、アマゾンキンドルを開発した、ラボ126のムーフィーがディーリーなどが参加。コモンとして、元マイクロソフトの初代 XBOX 事業担当者、エドフライズやピーク社 CEO のアモル・サルバ、ソーシャルサービスカラーの共同設立者、ピーター・ファムラ業界の著名人が名を連ねる。クラウドファンディングサービスキックスターターにて、記録的な支持を集め注目された。 スローガンは、ザレボリューションウィルビー i l l Be e t これは、1960年代に、米国で流行した抗議運動スローガンで、ギル・スコット・ヘロンの楽曲名ともなった、ザレボリューションウィルノットビー Not Be e t の文字里と推測される。このスローガンが示すように、今で、テレビに接続し家族や友人と楽しむ、末置き型家庭用ゲーム機の、復権、つまり、 ゲーマーとクリエイター双方を家庭用ゲーム機に呼び戻すことを目論み計画された。市場の主流がスマートフォン、タブレットやソーシャルゲームに移りつつあり、クリエイターたちもその自由で低コストなゲーム開発を試行しつつあるとの認識のもと、スマートフォンアプリ的生態系を家庭用ゲーム機にもたらし活気づけようというコンセプトである。市場としては 従来の家庭用ゲーム機とスマートフォンとの間に位置するニッチとなるが、もとよりその開拓に機会を見出すベンチャービジネスであり、大手メーカーさん主要ゲーム機との競合を避ける狙いもある。大家の、おはオープン性、ゆは汎用性を表す。残る、矢は互換で決められた。アンドロイドをはじめとする、オープンソース、コモディティ技術の採用。 無償かつロイヤリティ不要の開発用 SDK 提供、Android のルート化や独自ソフトウェアのインストールを許容する。保証、特殊ドライバー不要で簡単に開けられる筐体など、ソフト、ハード両面で、ハック可能なプラットフォームであり、誰でも自由に開発に参加することができる。ただし、オープンソースハードウェアではない。大家用ゲームは専用マーケットから、 オンラインで配信される。購入前に試すことができない。全時代的な販売方法が違法コピーの一因で、あるとし無料体験できることが、すべてのゲームに義務付けられている。完全無料もか。なお、無料体験は2013年1月頃まではフリートゥプレイと歌っていたが、F に P コール基本無料アイテム課金という、固定観念が付きまとい。 本来意図する課金モデルに対し語弊があるため、表現を改めたものと推測される。そうした誤解を解こうとする解説や、質疑応答が、それまでに繰り返されており、本校出展元記事のいくつかにも認められる。広告表示も許されず、ゲーム内課金によるフリーミアムモデルで利益を生む、仕組みであり、その30%が、手数料として、王や社に支払われる。 課金プロダクトの安全性は、サーバ認証により確保される。具体的な課金方法として、次のような例が挙げられている。デモ版を無料プレイ、完全版を購入1面を無料プレイ2面を、購入基本無料プレイゲーム内、通貨500枚を、購入支払いが、定期的に課される継続課金にも対応予定。課金対象は、ゲーム次第であり、課金額も、 小学決済に限らず様々だが、ゲーム内容を理解できる程度の無料要素を持つことが最低条件とされている。ちなみに、ゲーム内通貨は、日本では、資金決済法の対象となることがある。このように課金自由とはいえ各国の法令等には、制約を受ける、可能性がある。大や本体は、ルービックキューブに例えられる。 小さな立方体で2013年現在流通している標準的なルービックキューブより大屋の方が一回り大きい程度である。高額ドライブなどを持たないこともあり、比較的小型の家庭用ゲーム機ウィーと比べても体積は3分の1、重量は4分の1ほどしかない。内部の基板そのものはさらに小さく、筐体容積にかなり余裕があり、 重量は安定のため重りで増してある。標準価格 99.99US ドルと同世代の主要ゲーム機と比べ安価なことも特徴である。その分性能に劣るものの NVIDIA テグラ3を搭載するなど開発当時の水準では数百ドルクラスの高性能タブレット程度の処理能力は備えており価格性能比は良好と言える。また、 工術の通り能力はさらに強化されている。スマートフォンのように価格帯を維持しながら性能の向上した大家新機種が毎年発売される計画であったが後続モデルが出ることなくプロジェクトは終了した。広報互換性が確保され新機種でも旧機種用ゲームをプレイできる。購入した課金プロダクトはプレイヤーアカウントと紐付けられており 新たなハード上で再度購入する必要はない。回路設計には、テグラさんの開発元である NVIDIA 社が、大谷専門チームを設けて協力している。テグラさんは、スマートフォンやタブレットを主ターゲットとする、省電力統合型プロセッサだが、大谷では、電池寿命を考慮する必要がなく、動作を最大限に強化しており、市場における。 最高の手倉3デバイスと称していた。大屋社はキックスターターに寄せられた意見を積極的に検討すると述べ、実際にイーサネットポートの追加やゲームパッドボタン、OUYA のラベルが、公演者らの要望、アイデアによって実現した。また先行開発機、公演者向け製品版出荷後も、ユーザラの感想を取り入れ調整が続けられた。 ー屋はアンドロイド端末であり、ー屋用ゲームは、アンドロイドアプリそのものである。したがって、アンドロイド開発環境さえ整えれば、ー屋用ゲームを開発することができる。無料で導入できる、ノウハウやリソースを流用できる、他アンドロイド端末とのマルチプラットフォーム展開が、しやすい、と、従来の家庭用ゲーム機と比べ開発の指揮や負荷が、低いという利点がある。 また、ゲーム開発に関する以下の支援を、大谷社自ら実施している。ODK は、ゲームパッド入力や専用マーケット課金等の大谷固有機能に対応する公式、SDK である。ODK は、アパッチライセンス2.0に基づき無償で提供されており、Android 開発環境に組み込んで用いる。ゲームエンジンユニティ用の公式パッケージも用意。 されている。開発者向け公式ウェブサイト、大屋デベロッパーズが運営されている。ODK ダウンロードドキュメント閲覧、ゲーム公開管理、電子掲示板等の機能があり、無料で利用できる。大屋デベロッパーコンソール699ドル以上の、キックスターター講演者への見返りとして2012年12月28日に発送された、大屋先行開発機。 ルートカズミプロトタイプゲームパッド二大銅梱に加え、本体及びゲームパッドの外装が、オープン性を象徴する、透明プラスチック製の特別仕様となっている。DBF は、開発者支援の任を、追う、大家社独自の肩書きである。オープンプラットフォームを標榜する同社では、ユーザーとの関係を強化する重要な立場といえる。独立系開発事業。 コミュニティに詳しいケリー・サンティアゴがこれに起用され、その経験や人脈を活かした活躍が期待されている。この人物は独立系開発会社投資ファンド、インディファンド設立者の一人であり、自らも独立系開発会社サゲームカンパニーの共同設立者兼プロデューサーを務めた経歴を持つ。大家デベロッパーコンソールは、デベロッパーキットとも呼ばれる。ただし、 あくまで発売に先んじて実機開発、試験を行うための大や実機に過ぎず特殊な開発機材ではない。スマートフォンアプリが市販スマートフォン実機さえあれば開発できるのと同様にキックスターター講演者でなくとも製品版をや再入手すれば同等の開発が可能である。最終的な調整や試験を別にすれば 実機の代わりに Android エミュレータやテグラ3さん、搭載タブレット等を用いて模擬的に開発を進めることもでき、公式ブログでも実機入手前の代替手段として提案されている。また、大屋開発環境は、大屋本体に搭載ないし同梱などと報じられることがあるが、実際には、上記の通り Android 開発環境を呼び、SDK を各ウェブサイトから PC に、 ダウンロードするのみである。これらへのアクセスや利用は無料で特に制約はなく、公屋の所持も不問である。従来の家庭用ゲーム機の常識に照らせば異例だが、いずれもアンドロイド端末一般に共通の性質であり、公屋もそれを受け継いでいるに過ぎず、独特の方法でオープン性を担保しているわけではない。2013年4月発売予定。 標準価格 99.99US ドル。大谷本体にゲームパッド1台、HDMI ケーブル1本、AC アダプター1個、単三管電池2本、取扱説明書が同梱される。メーカー直接販売2012年8月9日より、大谷公式ウェブサイトにて、通信販売予約が受け付けられている。 1>, 1台49.99ドルの追加ゲームパッドを3台まで同時購入可能。世界各国への発送に対応しており、日本からも注文可能である。送料は発送先により異なり、日本は25ドル。支払い方法はペーパル、またはクレジットカード。なお発売月である2013年4月に発送されるのは、 同年2月4日までの早期予約分であり、以降の予約分は小売と同じく同年6月からの発送となる。この区切りは数日前から告知されていた。ちなみに早期予約では本体99ドル、追加ゲームパッド1台30ドルだった。小売り2013年6月25日より北米では amazon.com/amazon.ca 家電量販店ベストバイ。 ビデオゲーム専門店ゲームストップディスカウント百貨店ターゲットが英国では amazon.co.uk を呼びビデオゲーム専門店ゲームが提携小売店として大屋を販売している。同年2月5日より予約受付開始。なお、amazon の取扱い商品は各国で異なり日本の amazon.co.jp からは注文できない。 小売り2013年現在、日本での大屋社の正規代理店や、定型小売店は存在しない。複数のニュースサイトより、あたかも国内販売及びその低下が、正式決定したかのような報道がなされたことがあるが、紹介されたのは、大屋社と無関係の一平行を輸入業者であり、価格は、中間マージンを含む、独自の設定である。なお大屋付属の AC アダプタは、 PSE マークのない海外メーカー製のため、これを日本国内で販売するには業者自らマークを取得するか、マーク付き代替品に交換するなどの義務が生じる。699ドル以上を出資したキックスターター講演者842人には2012年12月28日に先行開発機が95ドル以上699ドル未満。 出資の講演者57,379人には2013年3月28日に製品版大屋が見返りとして送られた。より細かい出資額区分に応じて限定職やゲームパッド追加等の特典がある。またキックスターター講演者ではない先行開発希望者への救済措置として2012年11月9日から同年12月末頃まで 先行開発機の購入予約が受け付けられていた。価格は800ドル。同年12月末に1200台の開発機が出荷されており、公演者分及びわずかなキャンペーン当選者分を差し引いた残りの台数が、この予約分とみられる。2013年2月初旬時点で、キックスターター公演者分約5万7千台、公式ウェブサイト受注分約6万8千台が、 予約されている。また予約開始直後、a m a z o n .com でビデオゲーム販売ランキングトップ10にランクインした。台数は不明。大や用ゲームはマーケットからオンラインでの未配信、課金される。従って少なくともダウンロード、課金時にはインターネット接続が必須である。また課金への支払いにはクレジットカード類が必要となる。 大家社はすでにディグやフリックスター、ジョーボーンの創業者を含む大口出資者を得ていた。2012年7月10日より、大家プロジェクトをキックスターターキャンペーンとして公開すると、初日に目標95万ドルの2倍、翌日には3倍を上回る額の出資を得、同サービス史上100万ドル以上を集めた8番目の、かつ最も早く、 それを達成したプロジェクトとして注目された。8時間22分で100万ドル、24時間で約259万ドルに達しており、これは当時の最速記録である。キャンペーンは1ヶ月後の同年8月9日に締め切られ、最終的に63,416人の講演者から計8596,474ドルの資金を獲得した。 なお、キックスターターキャンペーン終了時に記録した総額は8596,475ドルだが、その後1ドル減じており、報道により数字が異なることがある。理由は明らかでない。キックスターターキャンペーンで公約されていた獲得資金の使途は、製品版、フィックス、巨人化取得、先行開発機製造、受注規模調査、 ファーストパーティーゲーム開発といずれも最終段階に属する仕上げまたはマーケティング事項である。大谷プロジェクトがキックスターターにもともとどの程度依存していたかは憶測の余地がある。ジュリー・アマンはキックスターターキャンペーンはプッシュ戦略ではなくプロジェクト完遂に必要だった。専門投資家からの出資では今日のありさまには至らなかっただろう。 通常の資金調達手段も考えていたが、進行ゲーム機に出資したがる投資家は少ないとしている一方、キックスターターキャンペーンは、宣伝が主たる目的だったのでは、との見方もあった。いずれにせよ、このキャンペーンでの目論みを上回る資金と名声とが、プロジェクトを軌道に乗せた。開発期間中、追加の資金調達は行われていない。 このように多くの支持を集めた一方で、安価が、ゆえの性能不足や、参入障壁の低さゆえに、ゲームが、蘇生乱造される可能性を指摘する、懸念、批判もあった。本校出典元記事の多くにも見られる。また、当該記事や、共有動画、ツイッター等に寄せられるゲーマーたちのコメントからも、大や支持、不支持にかかわらず、同様の不満を伺うことができる。 マインクラフトのマーカスパーソンを、はじめプロジェクト公開当初から、多くの PC、モバイルゲームデベロッパーが大家への参入を、表明している。2012年7月19日には、元インフィニティワードクリエイティブストラテジストであり、現ロボトキ代表のロバート・ボーリングが、ヒューマン・エレメントの前日短作品を大家向けに、独占リリースすることを、自身のブログにて発表。 同月31日には、スクエア・エニックスが、ファイナル・ファンタジー3のリリースを発表したほか、バンダイナムコ・ゲームスが参入を検討し、Facebook 上で大家向けリリース希望タイトルのアンケートを行うなど、日本の大手デベロッパー、パブリッシャーも、指示や反応を示した。2013年2月6日には、米国の著名、ゲームデザイナー、 ティム・シェイファー率いるダブル・ファイン・プロダクションズ及び人気ゲームワーズ・ウィズ・フレンズなどの開発者ポール・ベットナーも大谷向けタイトルを用意していることが明らかとなった。なお、ダブル・ファイン・プロダクションズ提供のダブル・ファイン・アドベンチャーは大谷と同じくキックスターターにて大きな支持を集めたタイトルである。またクラウドゲームサービスオンライブに加えツイッチトブ・ビボ XBMC 中任 アイハートラジオといった各種ネットワークサービスとの提携も発表されている。公約通り2012年内に第1弾の実機が出荷され、多くのキックスタータープロジェクト同様遅れが生じるのではないか。そもそも新興ベンチャー企業がこのようなゲーム機を量産できるのかといった疑念を晴らした。ジュリー・アマンはジプロジェクトが実現可能な理由として、大家が ロケットサイエンスではなく、コモディティ技術を組み合わせて作られている旨を述べている。テッククランチは2013年末に公開した記事、2013年のガジェット、そのベストとワーストにて、ダメだったガジェットの一つに、大屋を選出し、尻すぼみに終わった失敗した、アンドロイドゲーム機と評した。フォーブスは2014年3月、大屋は、 基本的に死んでいると題した記事を掲載した。ありがとうございます。